彼が今回のターゲットだね。隣にいるのは恋人かな。だけどどこか様子がおかしいような。こんばん、ラブラビリンス、ミステリー案内人です。さて、今日はカカオがとある恋人と騒動に巻き込まれる様子です。早速見ていきましょう。もう少し観察してみよう。彼は殺し屋カカオ・アルカラム。今回のターゲットであるディランという男性の様子を注意深く伺っているところのようです。ある程度の情報はすでに得ているため不安要素はなかったはずなのですが、一つ疑問を覚えました。あの女性は誰だ。隣を親しげに歩いているのだからディランの恋人なのだろうとカカオも最初考えていました。しかしどこか変なのです。そもそも彼に恋人がいるという情報はなかった。直近でできたとも考えられるけど、なんとなくディランはあの女性の存在を疎ましく思っている気がする。口が動いていることからもディランたちが会話していることは確かです。女性はずっとニコニコしているのですが、ディランはなぜか苛立っているような表情。しっかり聞いてみるか。カカオは非常に耳がよく、離れたところの音も拾うことができます。耳を澄ませて聞こえてきたのは衝撃的な会話でした。ねえ、怒らないでって言ってるじゃない。ふざけんな。あんな態度取っておいてベタベタしてくるんじゃねえよ。あんな態度って？さっき入ったレストランで口に含んだ酒を俺に向かって吐きかけてきただろ。他の奴らに注目されるし、あんな恥かかされたことはない。あら、だってあのお酒、危険な薬物が入っていたんだもの。は？あなたが仕込んでいたんでしょ。レストランのスタッフもグルね。ナンパした女性をいつもあそこに連れ込むのかしら。ほんと最低の手口。なんでそのこと。認めるのね。そういうわけじゃん。自分はまともに女も口説けない情けない男ですと言っているようなものじゃない。そこまで気づいててなんでついてくるんだよ。だって面白いんだもの。ねえ、本当にかっこ悪いわね。私みたいないい女があんたの相手するなんて本気で思ってた？いいえ、私じゃなくても誰もあんたを好きになるわけがないわ。ああ、黙れ、どっかへ消えろ。そうやって大声を出して威嚇する脳しかないのね。言われなくてももう行くわ。それじゃ、これからも情けなく頑張って。くそ、くそ、ふざけんな。なんだよあいつ。わあ、なんだかすごいシーンを見た気がする。ディラン、思っていた以上に小物みたいだね。ナンパして都合よく扱おうと思っていた女性に逆にからかわれた男。一人になってもブツブツと文句を言っており、見るに耐えない姿です。あの様子なら始末するのも簡単そうだ。さっさと仕事を終わらせて。おや、さっきの女性ではない誰かがディランに近づいていくのが見えました。いや、災難だったね。あ、カカオはまた二人の会話に耳を澄ませます。ナンパに失敗したんだろう。お前に関係ねえだろ。まあまあ、そう言うなって。僕は君のことかっこいいと思うよ。そりゃどうも、男に褒められてもなんも嬉しくねえが、特にほら、君の着ているものは全部ブランドものだし、よく似合っている。わあ、そんなこと言っちゃうんだ。離れたところで見ていたカカオはつい声に出してしまいました。なぜならディランが身につけているもの全部偽物なのに。ディランの服がコピー商品であることはパッと見ただけではわかりません。もちろんディラン自身は本物ではないと理解しています。そんな服を褒められたことで多少気まずそうな様子。それにしても今日のディランは不運だね。あの男、わざとディランをからかってる。カカオの言うことは当たっていました。スマートにスーツを着こなしている若い男性、彼こそ全身本物のブランドで固めており、ディランとは比べ物にならないほど身だしなみに気をつけているのですから。お前、嫌味か。何が？
気づいてんだろ。全部偽物だってこと？もちろん、その上で似合ってるなと思って。てめえ、痛い目見たくないなら消えろ。え？君ごときが僕に勝てると思ってるの？はあ？本当に面白い人だね。無鉄砲で身の程知らずで、こんなに楽しい気持ちになれるとは思わなかったよ。話しかけてよかった。こっちは最悪の気分だよ。そこまで煽ってくんなら覚悟してんだよな。はあ、ごめんね。付き合ってあげたいとは思うんだけど、僕君と違って忙しくてさ、もう行かなきゃ。男性はそう言って憤るディランを残してさっさといなくなってしまいました。やり場のない怒りのせいでディランはブルブルと震えています。彼は僕が始末する相手だけど、さすがに多少同情するよ。しかしディランの不運はこの後も続きました。子供、老婆、マフィア風の男、地味な女性、ありとあらゆる人物たちが近寄ってきて、なぜかディランをイラつかせる言動ばかりしていくのです。しまいには大型犬がトコトコとやってきて、ディランの足に粗相を。ダー！我慢の限界を迎えたのか、ディランは突然大絶叫。俺が何したってんだよ。なんでみんなしてバカにしてくるんだ。なんとなくここまで観察を続けちゃったけど、そろそろ終わらせてやるか。僕が始末すれば嫌な気持ちごと葬れる。ああ、そうか、わかった。実は俺のこと世界中の奴らが見張ってるんだな。確かに俺は悪いことばかりしてきたよ。そのツケが回ってきたのかな。あ、なんだか様子がおかしい。いやだ、そんなの耐えられねえよ。絶対に思い通りになってやらねえ。そうだ、逃げればいいんだ。そうすりゃ俺の勝ち。ディランはそう言っておもむろにナイフを取り出し、ざまあ見やがれ。自分の首元に思いっきり突き立てたのです。周りには一般人も大勢いたため大騒ぎに。あれじゃ助からないね。カカオはそっとその場を離れました。やっぱり納得できない。自宅に戻ってきていたカカオですが、昼間のディランのことがどうしても頭から離れませんでした。彼は僕のターゲットだった。それなのに入れ替わり立ち替わり誰かがやってきて彼を挑発していた。その結果ディランは発狂し、自ら命を絶ってしまった。カカオにとっては獲物を横取りされたも同然。それは許されることではないのです。今日ディランに接触した人間について調べてみよう。この結果はさすがの僕でも想像もできなかったよ。カカオは調査を終えていました。そして掴んだのは衝撃の事実。なんとあの日ディランに接触したのは人間ではなく SCP-056。 全員犬までもが同一人物で、この SCP-056 が見た目を変えた姿でした。では SCP-056 について解説していきましょう。オブジェクトクラス、ユークリッド。人間だけでなく動物や家具などあらゆるものに姿を変えることができ、コミュニケーションも可能。誰かの姿を真似する際は服装や持ち物などをよりグレードや質の高いものとして再現する。 SCP-056 の本当の姿を確認することはできず、また変化の瞬間も捉えることができない。カメラなどで撮影しようとしてもノイズが入ってしまうのです。しかしカカオはこのノイズのおかげで、あの日の人々が SCP-056 だと気づくことができました。どこの監視カメラをハッキングしてもノイズのせいで彼らがどこからやってきたか特定することはできず、どう考えても人間ではない超次元的な存在が関わっていると断定できたのですから。あの日 SCP-056 は若い女性、スーツの男性、子供、老人、犬にまで変化してディランの前に現れた。なぜかはわからないけれど、ディランに目をつけてしまったんだね。 SCP-056 は
相手に羨望や不快感を抱かせるという性質を持っています。 SCP-056 に従いたいのに強烈に嫌悪感を抱く、矛盾した感情を両立させる。 SCP 財団による実験でも SCP-056 と接触した者は激しい苛立ちをあらわにし、精神に異常をきたすという結果が出ています。その原理を完璧に解明することはできませんが、確かにディランは SCP-056 の影響を受けてしまったのです。詳細なデータは削除済みになっているけれど、過去には恐ろしい何かに姿を変えて大勢の命を奪ったこともあるのか。高い知性を持っていて人間の感情までをも操る。僕のターゲットを奪っただけのことはあるよ。だけど SCP だからといって見逃す理由にはならない。カカオの執念は相当なものでした。さて、楽しませてもらおうかな。やあ、またその姿をしているんだね。普段は君を護衛している財団職員である。ハンサムな男性の姿を撮るのを好むって資料にあったんだけどな。誰？僕はカカオ、君は SCP-056 だよね。もう正体は知っているんだ。へえ、だから何？それで私より優勢なつもり？そういうわけじゃないけど。なんで接触してきたの？ディランって男がいたでしょ。数日前、君がたくさん姿を変えてからかい続けた末に発狂して自害した男。彼、僕のターゲットだったんだよ。それを横取りされて気分が悪くてさ。あいつ悪質なナンパをしてきたから懲らしめようと思って。でも時間をかけた割に満足できない最後だったわ。君も不完全燃焼なんだね。だったら僕と遊ばない？いいわよ。なんだかワクワクしてきちゃった。だけどついてこれる？そう言ったかと思うと女性は、 SCP-056 は大型バイクに姿を変え、そのまま猛スピードで走り去っていったのです。本当に自由自在に姿を変えられるんだね。すごく魅力的だよ。さすがについてこられなかったか。大口叩く割には大したことないやつだったな。見つけた。まずはスピード勝負でもするつもりかな。受けて立つよ。カカオと SCP-056 はどちらも加速し続けます。法定速度を優に超え、目にも止まらぬ速さです。気持ちがいいね。あいつ本当に人間か。躊躇というものを一切感じない。その時でした。あ、警察だ。面倒だね。とある道に差し掛かった時、背後にパトカーが迫ってきていることに気づきました。警告灯を赤々とつけ、サイレンを流しながら追いかけてきます。だけどなんだか急に現れたよ。カカオが違和感を覚えた瞬間、操作もしていないのに突然ラジオが流れ始めました。何か聞こえる。レイ、走れ走れ。は？カカオは一瞬背後のパトカーも SCP-056 が姿を変えたものかと疑いました。しかし SCP-056 はバイクのままで目の前にいますし、複数に分裂して姿を現すという記録もありません。パトカーは SCP-056 とは何ら関係のないもの。巻いてしまおう。カカオはさらにアクセルを踏みスピードを上げました。その間も絶えずラジオから走れ走れと聞こえ続けます。しつこいな。ボロボロのパトカーもぐんぐんスピードを上げ、カカオの背後に迫ります。そしてスピード違反をしている車両にパトカーを衝突させ、無理やり停車させることはありえないことではありません。しかしカカオも SCP-056 も常識をはるかに超えたスピードでした。そんな車両に衝突するなんて捨て身にも程がある。現に SCP-056 は大破しており、未だに姿を変えられていない。何を考えているんだ。さすがのカカオも多少のダメージを負い、痛む頭を抑えました。するとパトカーからゆっくりと誰かが降りてきたのです。
現れたのは中年で小太りの警察官。怪我もなく変わった様子はありません。君、見た目にそぐわず無茶をするものだね。僕は君に危害を加えるつもりはない。自分が大切ならこのまま立ち去ってよ。聞こえてる？警察官はこれまたゆっくりとした動作でサングラスを外しました。まさか。その目を見てカカオは確信したのです。この警察、人間ではないと。なぜなら燃えるように赤く鋭い目だったのですから。しかも、君も SCP なのか？ここまで来ればとりあえず安全かな。カカオはあの後急いで警官から距離を取りました。おそらく SCP だと予想はつきますが、詳細が何もわかりません。下手に接触して命を奪われるのも嫌ですし、ひとまず逃げるが勝ちと判断したのです。ああ、僕は SCP-056 とやり合いたかったのに。変なことに巻き込みやがって。え、驚いた。いつの間についてきてたのさ。ちゃっかりバイクの姿じゃなくなってるし。カカオが振り向くと、そこには筋骨隆々な男の姿をしている SCP-056 がいました。カカオと同じく草むらに身を潜めています。あの警察官も SCP でしょ？要するに君の仲間だ。どんな特性を持っているかわかるよね？わかる。だが話したくない。ああ、そうだった。君はなぜか他の SCP に対する質問を拒否したがる。恐怖や憎悪の感情すら見せるそうだね。とやかく言われる筋合いはない。別に何も言ってないよ。ただ教えてくれたらありがたいなって。そしたらあの警察官は僕が対処するし。 SCP-056 はしばらく考えた後、嫌そうに語り始めました。あいつは SCP-973、 オブジェクトクラスユークリッド。見ての通り、警察官の姿であの辺りの道路に現れる。 SCP-973 は一定の速度で加速している車両がある領域を通過した時に出現すると考えられています。ボロボロのパトカーでサイレンを鳴らし、先ほどカカオが体験したように対象車両のラジオを操り、走れ走れと音声を流す。わずかな確率で逃げ切ることもできますが、ほとんどは捕まってしまう。 SCP-973 は恐ろしい暴力性を兼ね備えており、捕まった後は言葉にするのもはばかられるほど無残な姿にされてしまう。車両も乗っていた人もぐちゃぐちゃで、何が何だかわからない状態だったことも。奇跡的に生還した人もいますが、全員トラウマを負い、まともに話をできないほど。俺は施設からなんとなく逃げ出してみたが、 SCP-973 はその性質上未だに封じ込められていない。それほど恐ろしいやつだ。なるほど、ありがとう。ありがとうってどうするつもりだ？戦ってみる。話を聞いてたのか？かなり危険なんだぞ。わかってるよ。だからこそだ。情報を手に入れた今、僕はワクワクしている。君とやり合うより楽しそうだとね。君は思ったより大したことないのかな。同じ SCP にそこまで怯えているんだから。言うじゃねえか。だってそうでしょ。人を惑わせたり命を奪ったりするのに、所詮弱いもの相手に生きってるだけ。わかった、挑発に乗ろう。俺も SCP-973 と戦う。いいね。僕たちは別に協力するわけじゃない。いわば僕 VS 君 VS SCP-973 だ。最後に誰が笑っていられるか楽しみだね。カカオと SCP-056 の声を聞きつけたのか、タイミングよく SCP-973 が現れました。相変わらずブラックホールのようにぽっかり開いた口を見せつけています。さあ、楽しい時間の始まりだ。なんて力だ。そいつは人間の体なんてまるでティッシュでも裂くかのように簡単にちぎってしまうぞ。ざまあないね。
油断してる暇はないんじゃない。捕まれながらもカカオは SCP-056 に向かってナイフを投げつけました。なんとか避けた SCP-056 はそのナイフを手に取り、今度は SCP-973 に襲いかかる。3人はそれぞれがそれぞれを意識し隙をついて攻撃し合います。 SCP-056 はカカオたちの意識が一瞬でも自分から免れると次々と姿を変え、最終的にはなぜかそれはそれは美しい女性に。なんでこの場面でその姿を選んだの？大砲とか戦車とかに変わればいいのにさ。あんたはともかく SCP-973 だったら色仕掛けが効くかと思ったのよ。事実 SCP-973 は人間を襲う時に性的な暴力を振るうこともあり、そういった欲求があることも確認されています。ただひっきりなしに攻撃をし合っているこのタイミングでは SCP-056 の美女への変身はあまり意味をなさなかったよう。むしろ非力で不利ですらあります。その姿でいる限り君の攻撃は効かないけど、このままじゃ拉致が開かないね。誰かの体力が切れるまで拮抗しそうだ。だったら圧倒的にあんたが不利じゃない。ただの人間なんだしね。悔しいけど確かにそうだ。何か状況を打破する策を。ああでも体を動かすのに精一杯で他のこと考えている余裕はない。なんて楽しいんだ。この後に及んでまだ楽しんでたの？その時でした。そこの3人、今すぐ行動を停止しろ。ここはすでに包囲されている。おとなしく言うことを聞け。武装した集団、おそらく SCB 財団と何らかの関係がある人々が辺りを取り囲みました。時間切れか。カカオが動きを止めると、いつの間にか SCP-973 は姿を消していました。施設に収容できないほどなので、また逃げてしまったのでしょう。一方で SCP-056 はおとなしく従っています。気まぐれで出てきただけで、最初から施設に収容されに戻る予定だったのかもしれません。お前は人間なのか？ SCP と渡り合うなど、名の知れた殺し屋カカオアルカラムだ。あらら、バレちゃってる。今回の出来事は全て忘れろ。我々もお前の存在を公にしない。約束を破った時は。大丈夫、そのつもりはない。君たちとやり合うほど愚かじゃないよ。行くぞ。武装した人々は SCP-056 を連れてあっという間にいなくなってしまいました。その場に残されたのはカカオだけ。さっきまでのことが全て嘘だったかのように静まり返っています。僕も帰るか。結局ターゲットのディランを奪われた仕返しをすることは叶いませんでした。しかし2体もの SCP を相手にして、今カカオが生きているだけで奇跡です。何か一つでも判断を間違っていれば、カカオといえども命を落としていたことでしょう。それほどまでに SCP とは次元の違う恐ろしい存在。しかし、はあ、すっごく楽しかった。またこんな日が来るといいな。世の中はまだまだ刺激で溢れてるんだね。ここまで来るとカカオが一番恐ろしいのかもしれませんね。久しぶりの SCP 対決でしたが、カカオのとんでもなさが際立つ結果となりましたね。皆さんは次はどんな SCP が見てみたいですか？ぜひコメントで教えてください。それでは、バイバイチーン。やっぱり施設の中は快適でいいわね。あらゆる家具を揃えてもらえるし、比較的自由に動けるし。だけど、外も楽しかった。嫌な思いもしたけど、刺激的だった。またいつか脱走してみてもいいかもね。